東京なりに努力をいたしますが、オリンピックの招致に当たりましては、運用区やですね、安全に関する保障や商品に関する保障など、財政保障以外にも政府の保障をいくつも求められておりまして、これについてもですね、国の積極的な支援を求めたいと思っております。ワールドカップが来られましたね、サッカーの。韓国と結局で交際したことになりましたけども、国立競技場で日本がですね、この宿敵ロシアに勝った瞬間の、なんていうんでしょうね、感動というか、その一種のエクスタジーですね、あれ、責任の恨みを話したんですよ、本当に。で、そこで盛り上がったのは、非常に健全な純粋なね、このナショナルズだったと思いますよ。先ほど申しましたようにですね、オリンピック主催に関しては、一切その国が経済的な動員はかけません。経済保障という非常に形式的な関連的な実装を伴いない、しかし非常に決定的な援助だけはですね、与党の責任で、ね、政府会社やっていただきたい、これをですね、表現したわけでございます。やっぱりやるとなったら民族を挙げてやるんだという決意をですね、やっぱり国に対して迫った方が石原慎太郎らしくていいと思います。よろしくお願いします。それは私はもう東京都選出の国会議員の責任だと思います。スポーツ立国調査会、今日は日本へ2016年にオリンピックを招致する問題で麻生会長以下、また私の父石原慎太郎都知事も出席して議論が行われました。やはりオリンピックをはじめ国際的なイベントに対して日本国政府が保障をする政府保障、こういうものがこれまで一度もなされていないということが大阪のオリンピックの誘致の失敗、こういうものに大きくつながっていたということを改めて認識しました。やはり国会で決議をして、一つのイベントとして日本でオリンピックをなんとか持ってくる、それが国威の継承につながるということを再認識した会議でした。